めちゃくちゃうまかったです。今日来たのはこちら西武線西東京武蔵境でございますと、ね、久々に来ましたね武蔵境、ゆるりと歩いていきましょう。はい、おつ今日来てるのはね東京西東京でございます武蔵境来てますけども、今日はね油そばの原点でたらふく食ってもう大満足しちゃおうの一日でございます。ゆるりとねちょっとね駅からは歩いてまあ1キロぐらいありますね、まあ10分15分ぐらいですかね、まあ、ゆるりぶらりと行きましょうよと、うん、で本当に今から向かう店っていうのはねその油そば発祥のお店って言われてるんですよね。まあ諸説いろいろありますけれども、なんやかんや一番それがそこが有力なんじゃないかって言われてるお店でございまして、そこでたらふく食ってで、あわよくばね、まあ、ちょっとメニューにね酒があるかわかんないですけども、あったらしっぽり一杯グビッといっちまおうかなんてね、そんな一日でございますね。えちょっと距離はありますからぶらりしながらね、ちょっと今日もねコメントの方変えさせていただきたいと思いますと、コメントでございますけども、一生祭りやってほしい祭り、祭りってのはね1日1回って決まってるんですよね。やっぱりね結構なね体力消費されますからね、結構ね、あれは持ってます、ラーメン 1,2 杯分ぐらいのね体力っていうのは持ってかれるんじゃないですかね。祭り祭り、さあお店に着きやした、ずらずらずらーりと大行列、今日来たのはこちらちんちん亭でございやす。いにしえの香りふわり、のれんが油そば発祥を物語る。いやしかしすごい行列でございます。顔がちっけんだ、きちー過ぎてましたね、もう1時過ぎでございますけども、なんか喋ってるわ。さあまずはこちらメニューでございまして、もちろんねこちらね発祥でございますから、まず油そばがねこちらメインメニューでございます。並大特大とありまして、そしてチャーシュー、油そばにラーメン、チャーシュー麺、ワンタンスープもありますよと。でずらりと、うわちょっと待って、ワンタンも結構押してるなこれ、悩んじゃうなこれね。これこちらが、あチャーハンもありまして、ハンライス、ライス、ビールがあると。でこちらはトッピングでございまして、うわワンタン悩むな、あとビールも悩んじゃうなでほんでねこちらが卓上調味料でございますね。油そば欠かせませんからこちらね、一味か七味かねこれね、うん。でねお酢にラー油があって、ほんで奥は醤油にブラックペッパーと、すいませんビール小で、まあ、ちょっとね遠慮しましてね、まだ日が昇っちゃってるから、油そば行ってビール行って油そば行って最後そこの具にドボンだから、それもそれでつまみなんだよな。すいませんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、すいません失礼いたします。こちらねキリンラガー小でございますね。まあ小ぐらいがね油そばちょうどいいかもしれないですねこれね、うん、行かせていただきましょう。これよいしょ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 、じゃあすいません、はいおつーいただきます。あすいませんいただきます。おーいただきます、ありがとうございます。さあまず来ましたよと、待ってくれナルトがもうずらずらずらりとね、ちょっとナルトに目がいっちゃうな。これナルトは森でございますね、うん、ナルトトッピングみたいな状態でございます、ね、そしてチャーシューも行かせていただきました。ほんでもちろんねこれお供にライス、ハンライス行かせていただきまして、そしてこれで俺はね後半途中から行こうかなと思っております。生卵でございますね。でこれめちゃくちゃさっきね途中だったんですけど、お得な頼み方がありまして、このスープを単品で頼みますと、でそして小皿でこちらワンタン盛りメニューがあるんですよ。こちらワンタン盛りまだ来てないんですけど、これを頼むことによってこのワンタンスープじゃちょっと多いなみたいな方にミニワンタンスープになりますよと。ワンタン盛りありがとうございます、来ちゃいました。ワンタンスープはね通常ラーメン丼でガツンと来るみたいなんですけども、トッピングのワンタン盛りに単品スープオーダーでミニワンタンスープになっちゃうよってなもんで、セルフぶち込みだけでミニワンタンスープになっちゃうんだもん。しかもスープ50円のワンタン盛り100円、要はミニワンタンスープ150円よ。まだ入るあんた、まずちょっとオープニングとワンタンからいきます。ちょっとあららら
圧倒的にスープがうめえ。昔ながらながらのね、鶏ながら。こっちみんな、さあメンマをかき分けましてね、本丸に行っちゃいましょうか。こちらが元祖原点にして頂点の油そば、こちらが発祥の油そばでございます。ちょっと俺が喋りすぎて固まっちゃってんのはご愛嬌。あら、もう見た目焼きそばじゃん。ママさんがね、下から旨味が湧き出てくるからがっつり下から混ぜちゃってって言うのよ。とんでもないわ。ちょっとちょい混ぜだけど、ちょっともう我慢できないわ。ちょっと味見程度に。これまた食いやすいのなんのって、下から湧き出るタレは醤油のキレ強め、濃厚なのに食いやすいのよ。ずーずっとね、油そばって結構ね、油ギットギトでね、食べ終わった後後悔する、胃もたれするなんてイメージ持ってる方いますけども、ちげえや。ここはちげえ。うめ、旨味はビシビシ伝わるけど重さを感じずガシガシ食えちゃう。これぞ発祥ずーずっと。しれっとね、チャーシューと一緒にいっちゃいましたけどもね、肉厚ジューシー、噛み応えありあり。まあ綺麗なクラシカルなチャーシューだこと。甘めな噛み応えあるチャーシューに醤油の切れあるタレちょいと絡んで、そりゃ米進むのよ。かわいいな、ナルトって。オールドスタイルには欠かせねえ俺たちのナルト、なんか孫みたいに扱っちゃう、酒が進んじゃう。ナルトはナルトだね。愛も変わらずナルトはナルト、変わらない美学ずーずっと。もっちもちもっちれ、小麦香る麺がうめえ。大満開のチャーシューとこのね、ナルトさんでね、ちょっと目がそちらに行きがちですけども、こちらメンマもね、いい味出しておりますよ。こちら一つがでけえ、クラシカルメンマ一緒にずーっとコリコリ。あめメンマ、あめ根こそぎ下から混ぜれば混ぜるほど深まる、ズーズッと。受け止めるライスはね、注文マストかもしれませんね、ズーズッと。タレがちょんちょこちょんと真っ白いライスを茶色く染める、炭水化物と炭水化物のバイバイゲーム。チャーシューも加わったらね、バイバイゲームどころじゃねえよ、答えなんか出ねえ、無限大かと思ったら次の展開へパクリローリングさせまして、つけ麺風のんのの TKG ならぬ TKA、 卵かけ油そば、炭水化物と炭水化物のバイバイゲームから、カロリーとカロリーのぶつかり稽古。めっちゃマイルドになる。キレある醤油の感じがね、卵でやっぱそれはマイルドになりましたね。そこにこれラー油合うんじゃねえかっつって、ラー油がたまんねえんじゃねえかっつって、こちら一周さらりとこれ回しかけて軽混ぜをしましたね。弱つもがな、グッジョ。醤油だれキレッキレかと思ったら、卵でマイルド、辛味でワイルド、旨味ジェットコースター状態。ちょ酒飲ませて。これこれ、ラー油入れたら一気につまみだ俺。一気にビール進む俺。いやでもさっきね、ママさんがね、もう下から混ぜれるだけ混ぜてと言ってた意味が分かりました。これなんかまだ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 旨味がなんか下から出てくるわけですよ。カンニンチャンネル、これはね、人間の業の果てでございますよ。酒かっくらって、油そば発祥かっくらって、まだまだ行くよと。最後の締めは、じゃあね、最後のね、締めはね、これね、お酢をね、ちょん漬けでいきましょう。ちょん漬けで最後さらっていきましょうかね。心ゆくまで味変ずっと。これがこの店いい油そばの楽しみ方の一つってもんでございますかね。締まる、うん、だいぶ締まる。お酢入れることによってね、この一杯がキュキュッとね、締まるわけでございますよ。お後がよろしずっと。ほんでラストね、このね、ラーメンの麺の切れ端とタレがこう最後残ってるんですけども、そこにちょっと我慢しました、私もライスをもうドボンしちゃいましょう。これ結果的に麺食ってライス食ったら口の中で結局混ざるんで一緒じゃないかって思う人もいるかもしれません。うん、そういう人にはね、反論の余地もございません。一緒です。ただドボンしたい、ただドボンしたい。なぜかドボンしたい。うるせんだよな。
なんでなんだろう、どうしたい、しつけんだよな。なぜかね、本当にすごく美味しく感じるんですよね、なんかね、ドボンする。歴史の寝息とともに変わる景色、ただ変わらぬ一杯。創業63年、油そばの発祥は伊達じゃねえ。東京の西、武蔵野市で生まれし一杯の歴史、脳内に刻まれし、うめえの一言。いやー、わかった。ごちそうさまでございます。めちゃくちゃうまかったです。いただきました。いや、知ってるんすか？え？なんでリオちゃんよく見てるのそう、ゆうくんだからそのなんでこのタイミングだったんですかなんでその最初に声をかけてるんですかいやこのタイミングでお声かけいただくのはちょっと意地悪だななんかママ見てるなと思ったんですよちょっと見られてるなっていう視線をすみませんめちゃくちゃうまかったですありがとうございます